黄巾の乱はようやく鎮圧されたが、これがきっかけとなって朝廷の腐敗は席を切ったようにどっと吹き出した。時の帝霊帝の崩御によって跡継ぎ問題が絡み、十条寺たちの陰謀にかかって大将軍家臣の首がはねられた。乱世の勧誘と自ら豪語する天運行為曹操の野心はこの時とばかりに燃え上がっていた。江沢軍の動きはどうだ。依然として都の郊外に待機中です。兄上、帝をこちらの手に。急げ。十条寺は皆殺しにするんだ。やれ。宮殿内はたちまち地獄と化していった。おい、十条寺の見分けがつくのか。何、のっぴり野郎やりゃ間違いない。長者殿、もはや防ぎきれませんぞ。これまでじゃ。今は幼い帝と京王子を連れて逃げるしか道はない。そうか、帝さえあれば我らは官軍、奴らは反乱。それが我らの強み。急ぎましょう。あ、いたぞ。帝、大丈夫。私がついています。お二人ともご無事で、反乱軍が攻めてきまする。さ、一刻も早くここから逃げるのです。怖いよ、母上のところに行きたいよ。そんな暇はございませぬ。早く脱げ。女どもに用はない。さっさと行け。待て、怪しいやつ。この化け十条締めが。誰じゃ。天運行為曹操冒涜。大将軍は十条寺の罠にはまり首をはねられました。兄上が。我らはその十条寺討伐のため参上いたしました。片井郷様には何ら危害は及びませぬ。どうかご安心くださいますよ。それで私の弁王子、いえ、帝はどこに。は、それが。兄上、帝と京王子の姿がどこにも見当たりません。そういえば長城の姿も見えぬ。逃がすな。はっ。それ、待て長城。
炎章殿、逃がせば我らは反乱軍だ。逃がしませぬ。おう、馬だ、馬を引け。おい、兄上。急げ。申し上げます、小スズメが2羽こちらの罠にかかりました。やったな、理事。はい、連れ出した十条寺の長城はその場で始末。いよいよ落葉がわしの手になる。それも一兵も失わずに。幼い帝と京王子を救出した董卓の立場は絶対的に権威を高める結果となった。まして二十数万の兵力を有する董卓軍に対抗する者があろうはずはなかった。だが曹操は董卓を失墜せしめる策謀を胸に秘め、その時を狙っていたのである。帝にはご無事のご帰還、我ら一同心よりお喜び申し上げます。董卓将軍、これからは頼りにいたします。帝を立てて忠節を尽くすよう頼みますぞ。はは、ありがたきお言葉、董卓心に誓ってお尽くし申し上げます。家臣の放った檄に応え、遅ればせながらも慶州を支配する丁原の兵軍が洛陽へ到着した。丁原の養子呂布鳳仙の豪傑ぶりは天下に広く認められていた。お父上、董卓将軍からの伝言です。大将軍家臣を殺した十条寺たちは全て成敗され、宮中は董卓将軍が治められたゆえ、ここから帰国されるように。遅かったか、呂布。だがわしはこのままでは帰らんぞ。は？あの董卓の大軍、内乱の収拾にしては大げさすぎるぞ。何かある、呂布、ここで野営だ。は。片井郷の言葉で董卓は朝廷の権力を握ることになった。洛陽の町に館を構えた董卓は人々を威圧しながら宮中に参大した。おお、かわい子ちゃんだの。わしの館へ参れ、たっぷりかわいがってやるぞ。では謁見の間の方へどうぞ。朕はいい気持ちじゃ。将軍、玉座がよくお似合いです。ところで理事、わしは今の帝を廃し、京王子を帝に就かせようと思っておるのだ。はい、私も大賛成でございます。そしてあなた様が京王子の後ろ盾となって天下に号令する。うん、わしの威勢を見せてやる。理事、大宴会を開き、重臣たちを招待しろ。はあ。あれが有名な董卓の関鳥羽か。そうこう感心ばかりしておれまい。関鳥羽が宮廷の馬場につながれているようでは、漢帝国の先も見えているぞ。でも兄上、董卓は二十万の大軍を自由に操れるのです。もう手の出しようがないでしょう。ある。え？俺一人でもやってやる。
董卓を関戸場から引きずり下ろしてやる。董卓の招請で宮廷の重臣上洛中の諸侯たちが雲明園に集まった。家臣大将軍亡き後、20万の大軍を擁する今の董卓には誰もが恐れ従っていた。今宵はよくぞご参集くだされ、董卓心よりお礼を申し上げる。縁の半ばではあるが、ここでわしは一つ定義をしたい。天下を統治する皇帝は人徳を備え、民衆の尊敬する人物でなければならない。しかるに今の帝にはそれがない。それに比べれば京王子は学を好み、生まれながらにして聡明である。京王子こそ皇帝としてふさわしいと。当たれ。お、ほう、天元将軍、何か意見でもあると申されるのか。いかにも皇帝の座は臣下がとやかく言うべきにあらず。しかも格のごとき主演の席で一国の運命を変える発言は許されまい。董卓、何を企んでいるか。わしに逆らうか、提言。さあ、どうされるつもりかな、董卓。お待ちください。ここはひとまず場を改めてのことに。よ、酔いも覚めた。陣営に戻って飲み直すとするか。逆賊に挑戦する骨のある武将がいた。そして天下の豪傑呂布、どこまでやるか。提言め、思い知れ。今暗殺隊を向けてやったわ。なんということ。将軍は提言の後ろにいた男をご存じないのですか。知らん。提言の養子で弓を取っては天下無双の豪傑呂布ですぞ。何、あれが呂布だと。お父上、下がっていてください。参りましょう。呂布、今夜のもてなしに礼をせねば悪かろう。お父上、返礼は早い方がよろしいか。うん、そうしよう。提言軍が董卓軍の陣営に夜襲をかけた。危急を知って董卓は関戸場に打ち乗って駆けつけたが、20万の陣営はただうろたえるだけであった。待っていたぞ、董卓。今のわしに逆らえばどうなるか提言見せてやるわ。見せてもらおうか、董卓。さあ、俺
の弓をかわすとは。なんて馬だ。クソ、引け！あの董卓を追い詰めるとは、さすがに呂布ですね、兄上。うん。もし関鳥羽でなければ、わしは呂布にやられていたに違いない。なんとも恐ろしい豪傑だ、呂布は。呂布が提言についている限り、提言を打つことはかなわぬ。どうだ、提言から呂布を引き離す何かいい手はないか。将軍、提言から引き離すよりも我が方へ引き入れる方が得策かと思いますが。おお、それができれば言うことなし。わしが天下に恐れるものはなくなろう。だがその手だ。そのお役目、この私めにお任せください。おお、李祝、貴公に何か妙案があるというのか。はあ、呂布とは幼馴染、奴の性格は心得ております。呂布は確かに勇猛ですが、欲が深いのです。私に黄金一袋をお与えください。ああ、それぐらいなら何でもない。それから関鳥羽もいただきたいのです。何、関鳥羽だと。わしにとって関鳥羽は命の盾。その大事な関鳥羽を。関鳥羽を失うのではありません。関鳥羽が天下の豪傑を迎えに行くのです。将軍は二つの命の盾を得ることになるのです。ああ、もう分かった。李祝、お前に任せるぞ。はあ、必ず成功させてみせます。ん？あの稲垣は関鳥羽。耳のせいか。呂布将軍、うん、ぜひ目通りをしたいと訪ねてきた者がございます。こんな夜更けに何者だ。は、李祝と名乗っておりますが。李祝？まさかあの李祝では。その李祝だよ、呂布。おお、確かに李祝。よくここにいるとわかったな。まあいい、さあ入ってくれ。さあ、久しぶりだな。まあ一杯やりながら語ろうか。お前の噂は聞いていたが、いや、立派な武将になったな。これで満足しているわけではない。俺は若い。この腕を存分に天下に試してみたい気持ちはある。そうだろうな。主君次第ではいくらでも出世できる力を持っているお前だ。惜しい。提言将軍に拾われた恩があるんでな。ところで李祝、今本当の天下の英雄は誰だ。決まっている。董卓将軍だ。何、董卓将軍だと。ああ、朝廷の信頼も厚く、諸侯がその権力のもとにひざまずく日も近い。ふん。お父上、いや、提言軍と董卓軍は敵対関係にある。俺はその董卓将軍を襲ったが、関鳥羽の足には勝てなかったのだ。董卓将軍は大人物。お前に襲われたことなど何とも思ってはおらぬ。李祝、お前。今ではわしの主君だ。何？それでお前はこの俺に何を言いに来たのだ。董卓将軍から黄金の土産だ。董卓将軍がこの俺に。小さな慶州の国で細々と暮らすか、それとも天下人の下でその腕を大いに振る舞うか。呂布、見せたいものがある。うん？お、関鳥羽。これも董卓将軍からの土産。呂布にはふさわしい名馬だ。関鳥羽が俺のものになる。董卓将軍はそれまでにこの俺を。そうだ、呂布と関鳥羽、それでこそ天下一の豪傑であろうが。ご恩に報いるにはただ一つ。決断しろ、呂布。
キロ提言。どうしたんじゃ、リョフ。親子の縁もこれまでよ。覚悟しろ。血迷ったか、リョフ。このあまりにも突然の逆転劇は洛陽の町を揺るがした。もはや逆らう者はおらず、文字通り董卓は天下に敵なしとなった。董卓ごときに天下を渡せるか。俺は一人でも董卓の首を切る。呂布、提言将軍の仇は討つ。必ずや討つ。